ますが、ギャザーワンピース、丈が長いのでワンピースですね、黒を私今日着てるんですけれども、で下はリボンパンツ、リボンパンツのこちらはグレーをしています。はい、見てください、私の何もない状態の私。はい、このギャザーブラウスの方も長袖になっておりまして、長袖のボタンを閉めてやっています。これだけで見るとこれだけも可愛いと言ってくださる方もいらっしゃると思います。私も可愛いと思っていますけれども、やはりこの2対1、下にね、1のバランス、そして上に2のバランス、これ割とこうまとめやすいバランスなんですが、最後の一つのポイントがやはり顔周り、ここの上にポイントを持ってくることによってね、全体のバランスが取れると思います。はい、でさっきのストール、私はちょっとこのこっくりとした赤の、どの季節でも、ね、差し色になる、今日はちょっとシンプルな色を持たないモノトーンコーディネーターなので、何色でも合うかなと思って、はい、やっております。こんな感じで、これをストールを巻く時のポイント、ここをねまっすぐ、これこのサイズなんですけれども、まっすぐやっちゃうとタオルみたいになっちゃうんです。いいですか、こうやってまっすぐ、ここがまっすぐになっちゃうと、もうお風呂上がりにちょっとタオルかけて出てきちゃいましたみたいなことになっちゃう。すごい素敵なのに、あ、ちょっと動きが足りないかもってなるんですよね。なのでストールを巻く時のポイント、必ず一度一番端っこ、この生地の端っこを持ってください。こう、はい、揺らします。そうすると上にこの S のラインができますね。そしてこのままずっと下までこう撫でてあげて、そうすると一番下にもこの S のラインが来るんですよ。そうするとこのフリンジが途端に動き始めます。こうやって、そして首元に、このコーディネートの場合のポイントとしたら、一番上にポイントを持ってくる、こんな感じで、でその時にさっきのフリンジのね、ラインが、ちょっと S のラインが出てくることによって動きが出ると思うんですよね。これがまっすぐパチンとなっちゃうと、パチンみたいな、ね、タオル首に巻いちゃったみたいな感じになるので、できたらこんな感じでフリンジを動かしてあげて、ポイントを上に持って上がりながら、はい、このラインを作ってあげること、これおすすめポイントですね。こんな感じで最後もうキュキュキュってポイントを持っていったらいいと思うんですが、あともう一つ、これはこれで可愛いと思うんですけれども、女の人は手首が命、このギャザーブラウスって、ここ今ボタン2つなんですけれども、ループボタン、これをちょっと今1つだけつけているんですけれどもね、もうこれはこれで可愛い着方だと思うんですが、もうこれ外しちゃって、私今の時期だったりとか、まあもしあれだったらハイネックのカットソーを中に入れて、ピタッとしたカットソーを中から覗かせても、手首がキュッて可愛く見えると思うんですけれども、こんな感じですね。こう手首を見せる、こういった、そうするとこれ引きで見た時に、はい、はい、この手首を出したポイント、先ほどは長袖でポイントをここの上に持ってくると、キュッてこうラインが上に上がりますよっていうことで、お伝えした中の、この手首を出すことによって、その外から見た時のバランス、今変わったと思うんですよね。YouTube だから多分再生を一番最初 の, お洋服、何もつけてないお洋服から、こうやってポイントをつけていったこのバランスを見た時に、多分何か印象が変わったんじゃないのかなと思うんですけれども、それがこの小物のやっぱ重要なところで、小物も巻き方によって、なぜ巻くの、なぜ短くするの、なぜここにこの色を選ぶのっていう、一つ一つのなんかポイントを自分なりに面白がって、いろいろチャレンジされていったら楽しいコーディネートができるのじゃないかなって思います。それでこの長い分なんですけれども、私今日、長めのこのワンピースを着てるんですけれども、なのでこう前を締めた場合には、上にキュッてこうつけることによって上にポイントが上がるよってお伝えしたんですが、この私中に今キャミソールと、リボンパンツ、はい、こ
ちはリボンパンツとキャミソール、ちょっとここがすっきりと開いた感じで、もうコートのように羽織れても面白いワン、あのこちらのワンピースなので、こんな感じのコーディネートとして着ることもあります。その時にですね、この時にもまあネックレスをここにつけたりとか、ポイントをやはり首周りに持ってくることってすごく大切なんですけれども、このストール、いろんな使い方ができると思うんですが、また同じようにこう S 字ラインをここにつけてあげて、ここに一つ入れてラインを入れてあげる、ここに入れてあげることでこう重ね着を楽しんでる感じになると思うんです。縦のラインがいろいろ出て、はい、こうなるとな、ポイントを上に上げるというよりも、今度はアイライン、すっきりとしたライン、この両側の黒と両側の赤で真ん中のラインをすっきりとカバーしてホールドしている。そうすると引きで見るときにこのすっきりとしたラインで着ていただける。なのでストールもいろんな着方ができると思いますので、ぜひ1枚のストールをね、いろいろ合わされてみてください。はい、今日のジェニーちゃん、はい、今日のジェニーちゃんはポケットギャザーワンピース、はい、ポケットギャザーワンピースのインディゴリネ。このワンピース、ね、あの今マーケットの方にもアップしているんですけれども、七分袖、ちょっと短めの、もう本当に六分袖ぐらいになるかな、この夏には1枚で大丈夫なんですけれども、秋冬になると中にハイネックカットソーを合わせたりして、割と年中出番のあるワンピースになっております。はい、ここにはミンディさんのネックレスで真ん中のポイントをしております。これだけでも、で足元はトリッペンのちょっとハイソックスみたいなブーツになっております。これ後ろがファスナーになってて、とても履きやすいんですが、はい、こんな感じでコーディネートしております。これはこれです。とてもあのやっぱりアクセサリーがあることによってポイントになります。で今度はこの村上亭で織られたストール、これはね、ここの1箇所だけ白いラインがポイントになっています。このコットンをもちろん首周りに巻いても可愛いんですけれども、できたらこのネックレスを生かしたコーディネートをしたいですよね。その時にはもう肩からこれだけふわって羽織るだけ、こんな感じ、どうでしょう。はい、このふわっとこう周りから囲まれるように着ることによって、ロングカーディガンとかちょっとコートを羽織ってる感じで動きが途端に出たと思うんですよね。こんな感じで、で後ろから見てもとても可愛いショートボレロを羽織ってる感じになりますし、こうこれでしたらその女の人の動きっていうのが私はすごく柔らかくなる気がするんですよね。はい、ここから腕を出してお食事の時とか、肩からこの色合いを羽織っている、こういった感じで、もうちょっとお出かけの時もそうだし、お食事とかきちんとしたところにもこういった出番があると思いますし、もちろん冷房対策、日焼け対策にも向いていますので、このコットン素材っていう手織りのストールはもう年中出番があると思いますので、ぜひ皆さん試されてみてください。はい、これもいろんな着方、上にくるくるっと巻いても可愛いですし、なんかこの長さを生かしてね、こんな感じでゆったりとしても可愛いと思います。はい、これもポイントが上に上がって可愛いと思います。ぜひストールおすすめです。秋おしゃれを楽しみましょう。今回もありがとうございました。